はごゆっくりお楽しみください。こちらスターバックスのストロベリーエシダルフ、クリスマスシーズンに向けたホリ商品4品を食べた。こちらがストロベリークレープケーキ、ナッツチョコキャラメルケーキ、もっちりボール、アールグレイアンの場所、そしてストロベリーブラウニーモカですね。フラペチーノもありますが、さすがにスラマグラってきましたからね。今回はモカで、それ、あれ、去年もこんなこと言ってたな。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのもっちりボール、アールグレイからいただきたいと思います。中身はどうなってる？ちょっと中から紅茶っぽい黄土色の茶色のキャラメルみたいなのが見えますね。ではいただきます。ごちそうさまでした。まず最初に食べたこちらのもっちりボールは、紅茶の爽やかな香りとミルクの甘いクリームがもっちりとした、だけどシュークリームと違うパンケーキのような甘みのある生地から広がってきて、とても美味しかった。この弾力いいですね。次に食べたこちらのキャラメルチョコレートケーキ、ナッツの食感がザクザクしていて、しっかりカリカリと噛むことができてよかったですが、あとチョコレートの苦味もあって嬉しかったですね。ただキャラメルが少し弱いかなと思いました。そしてそのストロベリークレープケーキはなんと同じケーキが二重層になっていたんですね。でかなりボリュームがあって、クレープ生地ももっちりとした弾力のあるものになっていたこともあり、かなり食べ応えがありました。ストロベリーの甘酸っぱさともっちりとしたクレープ生地が良かったでした。ミルクレープともタラのケーキとも違う、また違った斬新な美味しさを感じました。そして最後のブラウニーモカ、ストロベリーの甘酸っぱさとチョコレートブラウニーが入っているので、あるいはイメージされているためか、ちょっと苦味のあるコーヒーになっていました。ストロベリーの甘酸っぱさと苦味はそれぞれ独立していて、お互いを邪魔しなかったので、ストロベリーとチョコレートの組み合わせがお好きなのであればぜひ飲んでほしいです。フラペチーノの方が少し苦みで、今回食べた中でこちらのストロベリーケーキがボリュームも生地の食感もそして甘酸っぱさもどれも高いレベルでまとまっていて一番美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しい。縁の終焉。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。